30分だけね。もうすぐ寝るから、今日はウルトラスフェスタありがとうございました。美味しかったです。すごい楽しくて、なんか久々湧きましたね。テンション上がりました。ちょっと声小さめでお送りします。みんなお友達発表5月1日って本当ですか？え、そんなこと私言いました？そう、なんかね、そう、今日暑かったよね。すごい暑い台湾でした。そういえばみんなお話し会、オンラインお話し会、個別お話し会、ツーショット撮影会、オンラインサイン会、あ、その3つかな、応募してくれた4つかな、ちゃんと応募してくれましたか？ちゃんと応募してくれた。本当にさ、時間はマジで私も言えることじゃないけど有限だから、今この関係で入れるのは私たちはもう本当に今しかないので、なので、はい、私も後悔しないように皆さんにたくさんいろんなことを伝えていけたらなと思うので、皆さんもぜひぜひ私に会いに来てくれたらなって思います。圧とかじゃなくて普通に気持ちですね。最近ずっとこの仕事をやっていることは絶対ないと思いますし、会える人もずっと同じだとは私も思ってないし、時間は有限だからこそ伝えたいことは伝えようっていう気持ちになっているので伝えてるだけです。圧じゃない、圧よりももっと大事なことです。こんばんは。そう、伝えれるうちに伝えとかないと後悔したら遅いからね。そう、最近めちゃくちゃ大事だと思ってることなんだよね。後悔したも遅いね。みんなにはちょっとでもいいからね、お話し会とか会いに来てほしいなって思ってるよ。あ、フィズニャンありがとう。完売とかもね、つけたいから、そう、つけたいって口に出さないと何もかも叶わないと思うから、もうどんどん出していくね。嬉しいよ、みんなのお話し会取ったよ報告。みんなは たかが1回のオンラインお話し会がとか思ってるかもしれないけど、オンラインだからこそ大切な部分もあって、もちろんどのイベントもすごく大事だし私も楽しいし楽しんでるんだけど、オンライン個別お話し会って、まあ個別お話し会対面と比べると参加する方が結構少ないのね、って考えると一人一人がすごい印象深くなってくる
からオンラインお話し会に来てくださると覚えやすいし、会話まで覚えれる。長いと会話まで覚えれるよね。そうだからすごい嬉しい。たくさん喋れるとね、こちら側としても心の余裕ができるんだけど、そういっぱい喋れると嬉しいなっていう感じかな。やっぱり忘れたくなくてもお話し会とかで会えなかったら、ね、やっぱりちょっとずつお顔も忘れちゃうし、なんていうの、エピソードが話せない。そう、話し倒すことがどんどんできなくなってくるから、受け身な体勢になってしまうから、すると、お、楽しくないぞ、まいちゃんのお話し会って思われるのはちょっと嫌だし、そう、会いに来てくれればくれる分だけ濃い話はできるかもっていう感じかな。そう、だから親密度が深まる。くしゃみしそう。あ、ある、こうすけありがとう。くしゃみマジやばい、最近減ったけどね。か、今の私に会えるのも今しかないしって感じですよ。そう、本当にね、そう、みんなにもみんなの人生があるのも十分承知してるんだけど、それでもどうしても会いたいと思ってしまいますね。そう、ツーショットとかもね、そう、お友達連れて参加とかしてくれるとすごい嬉しい、まあ喜ぶし、こうやってお話し会もお友達連れて参加してくれるとすごい喜びます。すごい、だから本当に初めましての人たちで、なんか、でも今ちょっとプライベートで忙しくてお金なくてとか、ちょっとあれだなっていう方々も、なんていうの、なんていうのかな、一枚でもっていう言い方はあれだけど、一枚でも幸せにする自信はあるから、私詰め込む技術はこの2年で培ってきたつもりやから、ぜひぜひ会いに来てくれると嬉しいです。リピートさせる気あります。そう、だからスペシャルイベントとかもすごく嬉しいんだけど、普段の感じが嬉しいかな。普段のなんていうの、積み重ねじゃないけど、やっぱなんか大事な人とは会える回数が多い方が嬉しいよね。リピーター特典、いや、リピーター特典っていうかさ、普通に感じるくない？私も感じてるんだけどさ、リピートしてくれるが、くれる方が会話弾むくない？逆に、なんていうの？話の続きとか私も覚えてるし、あ、こういうこと言ってたなとか思って喋るけどさ、だけど、なんていうの？そう、覚えるっていうのもそうだし、まず覚えるっていうことが、まあ、難しいんだけど覚えるし、ずっと来てくれたらね、だし、あとはなんだろうな、
そう、覚えれるよ、マジですぐに私。っていうことだけは言っとくね。そう、覚えれるのよ、私。そう、ループしてく、そう、2、3枚とかでループが本当にすごくて、すごくいい。出し方は人それぞれだけど、2、3枚ループで何回も何回も来てくださると、本当に楽しい。あ、滝さんありがとう。くしゃみそう。出なかった。なんかある程度、なんかお話し会ってむずいよね。私もさ、なんか最近ちょっとあることがあってさ、アイドルの推す立場っていうのがちょっと分かるようになってきたんだけど、気持ちとかが分かるようになってきたんだけど、なんかむずいじゃん、その時間内に詰め込むのって。だからどうやればいいんだろうとか多分思う。マイが思うのは、なんだろうな、なんか私が伝えたいことはもう多分結構伝えてるから、逆に前回の会話の続きとかだったら全然振っていただいて構わないし。なんか逆にみんなから話してほしい気持ちが個人的にはあるかな。そうですね、そんな感じかな。みんなから話してほしいかも。あ、ともさんありがとう。たまになんかちょっと前だけど、たまに言われたのが、暗い話ではないんだけど、なんか舞ちゃんってもっと歌わりほしいとか前に行きたいとか思ったことないの？みたいな、悔しくないの？みたいな言われたことっていうか、があったんだけど、アイドルになって悔しくないわけがないと思うんだよね。だと思ってて、私は。だけど、その時々のにおいてのやるべきことが多分どの場所にもあって、ただもちろん、何ですかね、成長したいっていう気持ち、前に行きたいって気持ちは少なからずともあるけど、私一人の力ではそんなものは絶対に無理だから、みんなのお力を貸してほしいっていうわけでありまして。そう、でも別にもういいやとか思ってるわけじゃないからね、私。本当に思ってないからね。もっともっと上に上にって思ってるから。ここだけはなんか諦めた人みたいになっちゃうかもしれないけど、勘違いしてしないでほしいな。だからでもそれを達成するためには、みんながね、会いに来てくれたりとかしたら、もっともっと頑張られる方になるから、それが嬉しいなって感じです。そう、たまにさ、あ、プアありがとう、クマ。たまになんか言われる、なんかそう、たまに「まるまるちゃんかわいい」みたいな、友
とことか見るんだけども、前はもうその投稿にはもう1回注意するけど、まあ2回目はないよ2回目はないです。あ、私の愛が足りなかったんやなって思います。私が1回言ってもなんか、なんていうの、もちろん他の子を好きになることもいいんだけど、私が1回言ってもなんていうの、なんか1回言ってなんか、あ、分かったってなるのは分かるんだけど、それでも先生と同じ1回先生と同じ1回言ったことをね聞かない人は前も嫌です、悲しいです。嫌ではない、悲しいです。あ、やっぱそうなんだってなっちゃいますし、ヤギさんありがとう、そういうことです。なんかこうやって言葉にするの結構あんま好きじゃなくて、こう思われるんじゃないかとか思ってたんですけど、言わないと何も始まんないし、言わないと気持ちも伝わんないし、言わないとって思ったので、別にもうどう思われたってもいいやっていう気持ちで、私が思ってることを嘘偽りなくガン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 言っていきます。そっちの方がみんなも私の気持ちが分かっていいでしょう、多分。だと思うんだけど、ニャフィズ守りたいこの笑顔タワー、ありがとう。今日の対バンは一番前だったね。しかもしっかり下手の前をカバーしてて嬉しかったです。そう、ニャフィズファーストシングル、いっぱい思い出作る準備ちゃんとできてますか？たくさん会いに来てくれないと嫌だよ。もよろしくね、笑顔も持ってね、ありがとう、ありがとうタワー、嬉しい、守ってくれ、この笑顔守ってくれ。目がキラキラしてる、今日グリッター塗ったからな。ハイライトはね、ちょっと前に塗っ3時くらいに塗ったんだけど、キラキラしてた。ツーショット申し込んでお支払いまでしてよって、ありがとう、嬉しい。みんなの申し込んだよ報告が少しでも本当に嬉しくて、そう、その広告を見るたびに嬉しいなと思います。うん、嬉しいね。みんなの応募したよ、ホップ。なんかね、報告を聞くと、あ、会えるんだと思う。なんか楽しみになるし、なんかこちら側もなんか、〇〇さんと久しぶりに話せるとか、〇〇ちゃんと、あ、1週間ぶりやなとか思うのよ、正直。それが時が離れると、あれ、いつぶりやったっけ、あれあれ、最後いつあったっけ、あれってなっちゃうの。それの感覚が私はあんまり好きじゃなくて、寂しいからね。自分が忘れかけてるのも嫌だし、そう、だから嬉しいよね。なんか大事な人といっぱい会えるのが幸せよ、本当に。そう、
ファーストシングルの目標はとりあえずオンラインの完売を1日出したい。あと個別とツーショットは早いうちに完売を出したいです。今回本当にオンラインそのために結構頑張って考えたのね。だからそう本当待ってるね、みんな目がやばい。マジでしっかり考えたのいつぶりやろって。できる限りみんなは私服よりもコスプレとか凝った方が見たいかなと思って、私服の日程を確か多分そんななくしたんだよね。そんななかった気がする。私服って書いてない気がする。髪の毛凝ってるやつとかが多分私服になるんだけど、だけどそれでも髪の毛を凝らせようとかを考えたから、多分そうみんな絶対になんか凝ってる方が好きかなと。そう全部コスしてるかなんかだったでしょ。そうなんか絶対そっちの方がみんな好きだろうなと思ったから、そう正直個別撮影会じゃなくて個別お話し会とかさ、あのツーショット撮影会とかでさ見れるやん、あの普通の服って。だから逆にオンラインってそこがいいのかなと思ったりして、直接会えないっていう悲しいことあるけど、どこでも参加できるし、あとはあのねコスプレ見れるっていうのもいいよね。あ、もいもいちゃんありがとう。くま、そうなんかね、みんなが応募しづらいなとか応募を控えたいというか、なんかなんていうの、応募しづらいなとか思う分、応募したくなるようにこちら側もみんなに全力で応募した分、あ応募してよかったって思ってもらえる分をちょっと頑張ろうってやってるつもりなので待ってますね。本当にみんなが会いに来てくれることが、もうなんか寂しいの最近本当になんか寂しくて、なんか地元に帰った時にすごいみんな地元の子たちが楽しそうで、家族も周りにいるし、私はもうこちら側では一人だから、そうこちら側もなんかこちら側では一人だから、なんかちょっと悲しいんだよ、悲しいんだよとかちょっと悲しくて、だから寂しいからなんか会いたくなるのよみんなに。別にこっち側に友達も数人しかいないし、母も姉も家族たちもいるわけではないし、そうだから会いたくなっちゃうんだよねっていう感じ。それは許してくれよ、マリのちょっとわがままをね、いろいろ詰め込ませていただいたんですけどね。そう口とかもちょっとうっとうしいかなって思うんだけどさ、告知をしようと思うたびにみんなが素敵な画像を作ってくださるから、それをできる限り使いたいですし、素敵な画像を作ってくださるから、あ告知したいなとか、これで会いたいと思ってくださる方がいるなら告知したいなとか、ちょっとね週一あるからうっとうしいかもしれないけどうっとうしいかもしれないけど、会いたいと思ってくださってるならって思ってるので、はい、そうですね。